ヌワラエリアは、スリランカの中部州ヌワラエリア県の都市である。スリランカ中央高地の南側、標高1868メートルの地域に位置しており、美しい風景と涼しい気候、そしてその気候を生かした紅茶の生産で知られている。都市からはスリランカ最高峰のピドゥルタラーガラ山を望むことができる。ヌワラエリア県の県都である。 ヌワラエリア近郊に位置する滝ヌワラエリアの町は1846年に後にナイル川の探検でアルバートコ発見で知られることになるサミュエル・ベーカーにより設立されたこの地域の冷涼な気候は当時スリランカを支配していたイギリスの役人や入植者にとって素晴らしいものだったヌワラエリアはリトルイングランドと呼ばれ入植者たちはこの地でキツネや鹿 ゾウのハンティング、それに、ポロやゴルフ、クリケットや競馬を楽しんだ。今日でも多くの人が、特に花のシーズンの4月にこの地を訪れており、ポニーやカートのレース、オートラリーが催されている。ヌアラエリアには、クイーンコテージやゼネラルハウス、グランドホテル、ヒルクラブ、それに郵便局といった、植民地時代の建築物が多く残されており、新たに建設されたホテルの多くも、 植民地風のスタイルになっている。また、イギリス風の芝生や庭園を維持している、個人住宅も多い。高地に位置することから、ヌワラエリアは、欠片の気候区分で、西岸海洋性気候に属す。年間の平均気温は、摂氏16度である。冬季の夜は、とても寒くなり、霜が降りることもある。しかし、日が昇ると、気温も、急速に上昇し、 霧が発生する。ヌアラエリアでは主にシンハラ語とタミル語が話される。その他英語もまた広く用いられている。ペラデニアヌアラエリア道路ヌアラエリア市内には鉄道駅が存在しておらず、最も近い鉄道駅は約 8km 離れたナーネオヤとなる。空の便としては、レイク・グレゴリーウォータードロームによるエアタクシーがヌアラエリアとコロンボを結んでいる。 ありがとうございます。